よろしくお願いします。
改めまして学級崩壊というバンドでございます。あと2曲ですがよろしくお願いします。はい、喋るということなのでね、実はこの学級崩壊のメンバーは、1年生の時に全員クラスが同じだったということで今回バンドをやらせていただいてます。まあこれも何かの、学級崩壊のコンセプトテーマなんで？ないな。それすらもないんですね。楽器崩壊なんで。喋るならさ、マイク使って喋ってください。そうですね。一人ちょっとこの後もちょっと、ああそうだね。昨日、もう MC が下手くそだから困るね。なぜか昨日もスタジオ入ってたんですけれども、電車の中でね、なんか突然衣装が決まり、メガネをかけチェックシャツで統一というオタクスタイルだけは統一させてみたんですけれども、この通りまあ一応チックのカラーもバラバラということでね、楽器崩壊ということでやらせていただきます。もう次の曲行きたいです。もう勘弁してください。次の曲やります。何を裁くかありなんだ。
船を動かすんだ。暇っていうか余裕というか ゆとりがなかった感じ。今日ここに来てね、MC どうしようってね、こんな感じですけれどもね。あれ1年生ってここに今さっき聞いてたけど、いないっている？1年生あ、1人あ、3人、4人、ね、ありがとうございます。今日に入る？しかも調子乗ってチームで考えてないからね、本当にごめんなさい。頑張るんですよ、温かい目で最後の曲が。珍しく俺は激しい曲をあんまりやらない中でね、意外と緊張してますけれども、とうとう最後の曲をね最後の曲やっても大丈夫ですか？メンバーの皆さんは大丈夫ですか？大丈夫そうですね、響ちゃん。はい、じゃあ最後聴いてください。じゃあ最後の曲は関ジャニ∞で愛でした。でした、あ、違う、愛でしたです。これからやります。ちょっと待ってください。愛でしたをやります。じゃあ演奏隊の皆さんお願いします。ブラブラ当たり立て、夢中になれなかった目のも。